신분증 보여주세요. 엄마, 반찬이 무슨 뜻이야? 노브라데야띠띠 めちゃくちゃ なんか 立ってて。 はいどうも、ムジカくんです。じゃあ今日も待っていきますよ。ムジコ。お、やば。私は18歳、日韓ハーフ JK です。あ、日本と韓国のハーフ。すげえ。めっちゃ可愛っぽい。JK ですが、顔と声は男の子キッズみたいな野郎です。どういうこと？韓国には iTunes カード売ってないので課金ができないのでぜひしてみたいです。3カ国語、なんだろう、日本語、韓国語、英語とかかな。自分も YouTuber なので。おー。ちょっとこの子にしてみようか。ね。来れるかなー。あ、来た。あ、こんにちは。アンニョハセヨー。こんばんは。アンニョハセヨー。確かにキッズボイスだね。うん。めっちゃよく言われるの。あ、なんかもう、戦場行ったらなんか、キッズですかって聞かれて。いや、女なんですよって。なんかでも、あれだな、かっこいいな、声が。え、本当に？ありがとうございます。応募ありがとうございます。いや、まさか当たったのかな、わかんないけど。いや、これからね、ちょっとね。入学申請来てめっちゃ。審査に入るからね。あー、はい。そこでこの子に、iTunes カードを配ることによって、僕の再生回数が伸び、そしてチャンネル登録が、プラス5000するかどうかっていう、ところがやっぱ判断基準になるんで、うん、いやー厳しい。厳しくない、いける。 JK いけるか、頑張るか。韓国に iTunes カード売ってな。今韓国にいるの？そう、今韓国にいるんですよ。おー、韓国全然売ってなくて、課金したくてもできない。え、韓国ってあれ時差あるんだっけ？あ、ないです、同じ時間です。あ、じゃあ今11時。あ、今11時2分ですね。あー、そうだね、 OK、 行ったし。はいはい。じゃあちょっとデュオりますか。やりましょう。いきます。今日さ、さっき他の人とね、はい、やってて、はい、iTunes カード渡してきたんだけど、はいはい、あの今日ポプテピビックのバイクの確率が上がってるんだよね、当選確率が。あ、マジですか？で、一発で当てたんだよ、その子。え、すごっ。引いたわ、マジ。すごくね？それはめっちゃ運がいい。来てるよ、本日来てますよ。それはもういい動画のネタになりますね。そこはね、おまけみたいなもんなんだけど、そのガチャはね。その、ガチャ。うん、その人もなんかすごく、ちょっと特徴がある人で。ちょっと動画編集してみせますんで。オッケー、ちゃんと見ときます。うん、あれてか、あれなの、 YouTuber なんです。なんで一応 YouTuber やってます。あ、そうなんだ。いや、なんかさ、チャンネル探そうと思ったけどさ、はい、なんて探したいのか分かんなくて。あー、ひなって検索したら多分出ると思うんですけど。あー、これちゃんと言っといた方がいいよ、これ動画 でも動画にすると思うから分からんけど。あー、オッケーです、言っておきます。なんて検索すれば出る？ひなって検索、ひらがなでひなって検索したら、うん、多分1万人ぐらいチャンネル登録者いる人がいると思うので、うん、その人が私です。それめちゃくちゃいるじゃん。え、めちゃくちゃいるけど、見てくれてる人はあんまいないみたいな。ちょっとなんか、結構すごいですね。なんかある動画がめちゃくちゃバズって、へー、その動画消しちゃったんですけど。なんで？顔出ししてた。なんかね、ちょっと自分って男みたいな顔してて。どういうこと？どういうこと？ボイッシュ、ボイッシュ。あ、ボイッシュね。みたいな、あのボイッシュを行き過ぎて、もうほんと完全に高校生なんだけど、JK なんだけど、うん、そう、なんか男子中学生の顔で、それでよくコメントとかで男の子ですか女の子ですかって聞かれて。日本と韓国のハーフでボーイッシュすぎて、はい、中学3年生のキッズに見えちゃってるって、うんうん、わけわかんないことになってるってこと？いや、だいぶキッズに扱われて、それでなんかめちゃくちゃ言われるから、うんうんうん、今動画でまとめました、私の性別についてってみたいな。あ、それがバズったの？それがバズった、なぜか。え、顔出ししてんの？うん、してますよ。ひなって検索すると、ひなチャンネルっていう34万8400、はい、それこれか。じゃあその子は可愛い。いや、ひなだけでも、あいとくんってひらがなで、もっとあいとくんって名前でやってたんで、それで出たら出るかもしれない。あったなんかピンクっぽいサムネ、多分最新の動画がペヤングの動画だと思うんですよ。日韓ハーフが。かわいいじゃん。そうそう。え、全然、ありがとうございます。全然別に、そのボーイッシュじゃなくね。そん時はね、今はもうだいぶ髪伸ばしてて、うん、好きな人できちゃったんで、なんでや、その人。乙女になりつつあるんですけど、多分過去の動画見たらガチで男だと思いますよ。ちょっとじゃあ、僕の視聴者のキッズの諸君、ちょっとひなを。なんかこれ検索の仕方もうちょっとないかな。ひななんとかペヤ、ひなペヤングとかの方が出やすいんじゃない？うん、あー、でも、あー、そうだね、上の方に来るわ、これで。
ほんと？いいじゃん。いいじゃん。ディオで話してるときはこういうしょうもないかそってるところに来るのがベストだね。うん、うん、確かに。結構さ、この VC しながら激戦区行くとさ、うん、もう銃声で聞こえねえんだよ、声が。銃声で聞こえないし、もう。うん、聞こえないし、あの緊張。戦闘にも。そうそうそう、緊張して話せなくなる。ですよね。っていうあとは自分、ちょっと初心者なんで、荒野。オッケー、じゃあ俺。1週間も経ってないんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ学んでいいよ、俺の。俺のスキルを学びます。うん、まずこういう木にはガンガン当たってくんよ。これはこれ当たるとあのダイヤ増えるから、当たるたびに。あ、そうなんですか。そうそうそう、これ今稼いでるとこね、ダイヤを。あー、マジか、うん、でもさすがにそこまでバカでは私。いや違う。あー、まあすごい今ね、にで30、あ、これ高得点、これ高得点で、最終的に早めに壊す、車は降りたら早めに壊す。壊す。オッケー。もういい。飽きた。よし。どういう流れで韓国に行き着いたの？あ、自分日韓ハーフなんですよ。うんうん。あ、そうか。まあ普通にか。あ、それで。うん。単純に親の都合か。そうそうそう、普通に親の都合ですね。日本にはずっと住んでないの？一回も住んだことない。日本はもう小2以来行ってないかな。小2でも海外に旅立ちました。なるほどね。フィリピンにもいたんですよ、自分。へえ、お父さん何の仕事をされてる方なんですか？お父さんはですね、うん、元あの設計士の社長でしたね。はいはいはい、へえ、あれ、お父さんが韓国の方？いや、お母さんが韓国の方です。あ、父さん、あ、お母さんね。はいはい、お母さん。どこで知り合ったんだろう、韓国かな。なんかお母さんが日本に留学行って、うん、あー、なるほどね。なんか焼肉屋さんで会ったみたい。え、バイトとかじゃなくて？うん、そうそう、大学のなんか飲み会で焼肉屋さんに行ったら、偶然なんか角にお父さんが座ってたらしくて。え、そんだけ？で、なんかね、お父さんがお母さんに一目惚れしたらしくて。あ、そうなんだ。お父さんイケメンなんだね。そうそう。あ、でも結構イケメンです。お、自分で言うのもなんだけど。いや、それイケメンっていうか、娘公認だったら嬉しいわ。なんちょっと男っぽい顔してるみたいな。スポーツマン。なるほどね。でももっとやばいのが、うん、お母さんね、その時、うん、韓国に、うん、彼氏さんっていうか婚約者さんがいたんですよ。おお。てかその状態で留学するもんなの？婚約者いつ？わかんない、そこまでは聞いてない。あ、そう。なるほどね。で、それどうしたの？なんかお父さんの優しさにまたお母さんが惚れちゃったみたいです。うん、あ、そこで、いや、いいよ、俺のことはいいよ、そっちをあのちゃんと婚約者のことをまずしっかりしてあげた方がいいよみたいな、ちょっと。なんでこの人優すイムニだみたいな感じで、なんかさらに惚れ直しちゃったみたいな感じだ、お母さんは。わかんないけど、敵かと思った。敵じゃないです、味方です。え、つかさっきめっちゃドンカツしそうじゃなかった？いや、あれね、負けた。自分、仲間がみんな強かった。 あそこのノラにもまたね、キッズですかって聞かれましたよ。キッズのイケボだからね、こうやって聞いてるだけだと。あ、ちょっと大人っぽいキッズみたいな。うーん、そうだね。違ったか。まあ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 、高校生ぐらい。キッズって感じしないけどね。あ、マジか。あ、でもキッズっぽいわ。あ、そういう声のキッズいるわ。ちょっとイケボのキッズ。やっぱり。うん、イケボキッズそんな感じだ。じゃあ今日から萌え声出していこうかな。うん、萌え声出せんの？よくいる人。出せない。出そうと思ったら気持ち悪って言われました。ちょっと出してみて。ひなたーって。恥ずかしがんない。1万人いいんだろ、登録者。恥ずかしいとかないでしょ、絶対。顔出しまでして余裕っしょ。いや、でもね、すごい男みたいな性格してるんですけど、なんかたまに恥ずかしい時が出るみたいな、ちょっと謎の性格なんですよね。しょうがない、ちょっとわけわからん性格してます。もともとはでもそっちなんじゃない、恥ずかしがり屋なんじゃない。それを克服するためにそうちょっと強く見せるみたいな。あ、そうかも。パターンなんじゃないの。ちょっと攻められたら弱いかもしんない。あれ、今は韓国の高校に行っとるわけですか？うん、はい、そうです、韓国の高校に行ってます。それはインターナショナルスクール？いや、普通の韓国です。あ、そっか。お父さんと話すから、いや、すごい日本語が全然余裕だから。でも学校が韓国語だけなんでしょ？そう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 。日本語喋る機会なくない、あんまり。なんかね、ネットの影響で強くなったかな。なんかバンドやってそうだね。バンドはやってませんけど、うん、なんか YouTube やってるって言ったじゃないですか。たまに歌ってみた動画とか出してます、うん、歌ってみましょう。じゃあ行きましょう。ひなだで何。いや曲線はどんなの歌ってんの？いきなりすぎるぞ。ん？え、ボカロとか恋ダンス。ちょっと踊って。レモンじゃない、恋ダンス歌って。恋ダンス、あ、踊って、うん、あ、踊って今。これ踊ってみたシリーズあるからさ。あ、でも前踊った動画アップしてたんですけど、うん、これちょっと一
ったらダメな気がするんだけど、あの声ダンス踊った動画があるんですけど、うん、あのその時ちょっとノーブラでそういうのとか分かんなくて、まだ中学生でもう分かる年なんだけど分かんなくて、うん、なんかノーブラでやっててめちゃくちゃなんかね立っててコメント欄でいろいろ言われて即消しました。あ、その該当してる場所は消えてるんだ、そのそうそうそう見えてるところは消えてるんだ。え、違う違う、動画を消したえ、だってこういうダンス踊ってみたってあるじゃん。あ、これ2本目ってこと。あ、それか、そう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 、そう、それは2本目、そのあ結構前中学の時に踊ったやつまたあるんですけど、はいはいはい、その方は消しました、ね、ちゃんと今回のちゃんとつけてるんであーなるほどね、それ変なバズり方したらあれだもんね、ちょっとやばいよね。そう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 、プロ歴史になっちゃうからねコメントでおかずありがとうとか来てて、何何何って言って、おかずって何って思っておかずすら分かんなかったからな。ああまあね、お母さんにおかずって何って言ったらはって言われました。いやまあそうだろうね。お母さんおかず何って韓国語でどんな言うとどんな感じやん。あ、でも韓国のおかずはやっぱなんか日本のおかずとは違う。え、ちょっと韓国語で言ってみて。お母さんおかずってどういう意味。おまあパンチャンに結んってしや。どこだったの。いました。おかって言ったの。このおかずって意味はそう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 、お母さんおかず何って。それおかずってその食べ物のおかずとはまた違うの、単語が。そうそうそう、違う単語にしてんだ。もう食べ物のおかずって意味です、うん、今のは食べ物のおかずって意味か。そうそうそう。え、そのなんか韓国語でなんかエロい意味でのおかずってどう表すの、韓国語で。やべえ、アンチやべえ、アンチやべえ、アンチやべえ、いや来てる来てる、やばい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 、単語なくて抜けるものっていうかな。あ、そういうおかずって意味がないんですね、はいはい、今乙女なってるんだろ、好きな人できて。なってるけど、うん、その好きな人以外にはボーイだから。乙女ださん、ださん、ちょっと髪が短くて黒い時とかあ、ごめん、はちょっとあれだね、韓国のイケメンアイドルみたいな感じの、うん、見えるね。いやでもよく言われますね、イケメンっていうか、うん、韓国人みたいってよく言われました。韓国人って言われるのは嫌なの。いや嫌ではないです、全然。どういう言われ方するのが嫌なの、ハーフの方って。え、自分特にですね、ないですよ、特にブサイクって言われても嫌って思いませ ん, い, んいやブサイクはハーフとか関係なくさ嫌でしょ確かに。ハーフと関係あんのは、うん、なんか煽ってるように韓国人韓国人って感じのやつは嫌だかな。それキッズの習性だね。そうそう、なんかたまにね、うん、そうそう、北朝鮮と韓国って違う国なんですよ。知ってる。あ、それ知らないんだ。北朝鮮北朝鮮とか言ってて、キッズだね。それもキッズの特性っていうかね、あのなんか、ね、もう止めらんないんだよ彼らも、そういう動きを。早く大人になってほしいもんですね。うん、で今はもう分かんないんだよ、その自分がキッズっぽいことをしてるっていうのはキッズ分かってないから、もう逆にもしかしたらいいことしてるぐらいの、良い行いをしてるぐらいに感じちゃってるかもしれないね。キッズってさ、もうわけわかんないぐらい、私が一番神だみたいな。そうそうそう、アホだからさえ、でもムジカさんってキッズ好きですよね。いやね、ネタになるからね。あのね、あんま人がめちゃくちゃ子供好きだと思ってました人の話聞かないやあのね、キッズね、1対1ならいい、1対1なら全然いけるけど。あ、いたいたいた、待って、マジ死ぬな、いたいた、お俺もかいほんじゃもう1本いきます。そうかですね、ちょっといいとこ見せないといいとこは別にどっちでもいいよ。いや、あ、これでも2年前からアップしてんだ、 YouTube 動画。 YouTube 歴長いんすね。かいっちゃ長いのかな、うん、あんま載せてない感じだけで。あの韓国アイドルとかさ、すごい日本で流行ってるやん。あ、流行ってますよね。ねえ、ファンタンとかトゥワイスとか。あっちはあんま興味ないんだ。こっちはなんかアイドルっていうか、うん、なんだろう、日本のアニメが人気ですよ。やっぱりなんかこっちの日本ほどそっちの韓国の人たちはあんま関心はないんだ、韓国アイドルに対して。いや、韓国アイドルこっちでも人気ですよ、普通に。あ、そうなんだ。うん、ヒナはあんま興味ない。うーん、まあ興味ないっすね曲は聞くけど。いや、踊ってみたとこはいいんじゃないの、やっぱああいうのが。いや、踊り下手なんですよ。いや、運動神経はめちゃくちゃ自信ありますけど、うん、踊りは無理。踊り無理なの。うん、部活やってんの。あ、部活はやってません。え、いるいる、ぶっ潰すあいつを。俺らの日韓コンビで。え、結構いるな。やばいやん、これめちゃくちゃいる、めちゃくちゃいる。どうしよう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 、武器武器武器、めっちゃいるめっちゃいる。こっちか、痛い。どこだ。ラッキー。いやね、俺がキルできるって相当な奇跡だから。あいだー、やべやべやべ。待って、2回いるよ、2回1匹いる。いや、ま、え、待って、めっちゃいるんだけど。え、4人いるかない。ショットガンナイス。
っしゃ、1キル。なんか あとですね、自分 JK じゃないですか、うん、韓国であの年齢がね、大人の年齢でなんとお酒が飲める年齢なんですよ。あれ日本って何歳からだっけ？20歳か。20歳。でも今隣になんかね、うん、ホロ酔いあります。韓国バージョンホロ酔いあります。顔が中学生っぽいから、身分証明書見せてくださいってめちゃくちゃキレられたけど、店員さんに。身分証見せてくださいって韓国語で言ってみて。新聞中ポヨジュせよ。なんとかせよってさ、くださいみたいな感じなの？うん、語尾みたいな感じ。そう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 、せよってなんかサイ、サイだね、サイ、サイ、あーサイだけか。何々サイ、びっくりしたから、フレンド申請でムジカさんって言って。やっぱりなんかね、今いろいろ応募してきてくれてるけど、みんな特徴がさ、もうクレクレ言ってるキッズとかも、もちろんさ何もわかんないしさ、うん、そのやってみて、まあ、ゴールがまあ再生回数だからさ、基本 YouTube だからさ。ああ、うんうん、確かに。でこの人とやったら、ちょっとサムネイルが思い浮かぶかどうかみたいな。確かにそうですよね、うん、サムネイル。だからこのひなとのプレイした動画はもちろんアップするけど、そのサムネイルは、はい、あのめっちゃめっちゃくちゃ可愛い韓国美人のサムネイルから。やだやだ。韓国人ハーフと。アンチクル、アンチクル。韓国人ハーフ。プレイしてたら乳首立ってたっていう動画にするかな、これ。あ、まあでも私もですね、うん、きっとね、化粧すれば可愛くなると思う。いや絶対可愛いと思うよ。大丈夫、化粧とかしなくてさ、そろそろ覚えないとダメなんだけど。あ、いいじゃん。全然わかんない。 そのさ、ビフォーアフターシリーズやればいいじゃん。え、すっぴんってこと、うん、これ。え、全部すっぴんですよ、口紅だけ塗ってる感じです。それはもう全然もう上がり幅しかないね。化粧した動画多分1個あると思うんですけど、それ以外全部すっぴんだと思います。アンチ入るか。アンチ入ってみたシリーズ完結。あれやった、新しいモード、ドリームボーイみたいな、ドリームキャッチャーか。あ、やったやったやった。仲間にね、自分の武士まで取られてね、仲間っていうかキッズなんですけど。キッズは仲間意識ないから気をつけて。もう各々がね、うん、行動するから、それぞれそれぞれシングルだと思ってるから。味方殺しまでされたんでね、車乗ってたんですけど爆発させられて、はいはいはい、気絶したんですけど、うん、助けてくれたっちゃ助けてくれたんですけど、うん、なんだろう、また他のキッズが毒ガス投げてその状態で死にました。やんちゃな子たちだよ、ほんと。ね、よし、本気を出すか。出しちゃう？ひなだ。え、だ、撃たれた。いる。いるいるいる。あ、ドド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 ド。撃った。よっしゃ、じゃあガチャタイム。うおー。韓国に持って帰ってください、このチュンカーを。で、これをルーレットでドルルルルって回して、スタートストップで当たったアイチュンカードをあげます。うん。1500だけでもめっちゃ嬉しい。キッズはね、1500当たった瞬間、うわ、1500かよって言うから。もっと高いけど、これ1500円儲けてみろって感じですね。今からいいですか？あ、韓国語でね、スタートストップ言ってね。しじゃ。はい、待ってます。もんちょもっそー。あー、5000円です。やばやば、おめでとうございます。オッケー。はい、オッケーです。あ、今さ、日付が変わってさ、はいはい、あ、確かに。昨日まではバイクの確率高かったんだけど、今あのポプコ人形の方が高くなっちゃったら、10で、10でいいんじゃない？じゃあどっちでもいい。10でいきますか。うん、押します。来い。うん、靴。もう終わった。なんかの靴と、うん、おー、なんかすげえ、パラシュートのキャンディーと、はいはいはい、おー、かっこいい。あの AK の、うん、あのスキンして、マスクにトナカイアイマスク、はいはい、なんかかっこいいトップス。私なんか当たってる感じある？わかんないけど、自分銃のスキン欲しかったから嬉しいかな。え、なんだろう、銃のスキンって。キャンディーハニーとかかな。なんか AK ベニレンなんちゃら、赤色の、赤色のスキン。ベニベニベニ読めない。そんなあった？え、グレン、なんかグレンラセツとかじゃないでしょ。グレン、あ、それかな。え、それだったら当たりだぜ。結構真っ赤なやつ。え、待って、うん、待ってよ、それグレンラセツだよ。 AK47 当たり当たり。あ、それです。やった。それ当たりだよ。やった。うわー、やば。やっぱりやっぱかっこいいもん、これ赤好きなんで嬉しい。てかまあ 0.059 だからね、もう10連引けるのかな。はい、またまた引けます。うんうん。あ、なんか当たり出ましたよ。あ、パンダのやつ出ました。おお、よかったじゃん。じゃあ2回回せますね、単発。あと、じゃあ1回目回します。いきます。うん、幸福、なんか影の代理人、文字通り、はいはいはい、が当たりました。で、ラストいきます。オッケー、スクショだけ頼む。おお、かわいいけど、7日間か。
あー、レンタルか。にゃんこのリュック。あー、ハズレだな。じゃあまあでもね、ジュースキン当たってパンダ結構当たったらまあいいじゃないですか、ね、やっぱ AK 当たったの嬉しいもん。じゃあ最後に荒野行動のキッズに向けてちょっと一言韓国語でメッセージをお願いします。あ、OK です。いや、のねでちょのべごにらど感謝あげおど。なんつったの？お前ら1500円でも満足しろって言ってきました。ナイス。